的な状況にある言語方言サミットが毎年行われている。危機言語方言に関する研究発表のほか、方言の継承者たちによる伝統芸能などの演芸も披露される。このサミットは危機的状況にある言語方言の価値について共に考え理解を深める場を設けることで状況を改善するきっかけになることを目指している。私はこの取り組みに国語研究所も参加している。さまざまな多様性を見せる日本語、しかし危機的状況に置かれているという。危機方言の現状とそれらを残す取り組みはどうなっているのだろう。もう非常に危機的な状況にありますね。2009年にユネスコが消滅の危機に瀕した世界の言語を2500発表したんですけども、日本にも危機的な状況の言葉がたくさんあります、でもアイヌ語が典型ですけども、それ以外もですね、全国的に非常に消滅が危惧される状況にありまして、でおそらく、ほとんど関西弁ぐらいしか残らないんじゃないかっていう状況で、あとは標準語に置き換わってしまうんじゃないかという状況ですね。つまり、方言もみんな危機言語だという、そういうことなんですね。はい、そうですね、はい、日本語の多様性という観点からするとかなり心配な状況ですかね。そうですね、もう多様性が失われるっていうのは、やっぱり言葉だけじゃなくて文化全体が多様でなくなるということですので、非常にちょっと厳しい状況ですね。日本の方言の多様性を守るために今どのような取り組みが行われているんでしょうか。はい、守るためにはまずそれを調査して記録してデータとして残しておくっていう方法が一つありますね。でもう一つは、できるだけ地域の方にも方言を喋ってもらって子どもたちに伝えていくっていう、この大きくは2つです。で私たちは今九州の宮崎県の椎葉村というところで、その村と一緒に方言辞典を作ろうっていう活動をやってます。もう5年目になるんですけども、ただ椎葉村って非常に遠いのでなかなか行くことはできないんですけども、時々行ってですね、でそうすると地域の方が自主的に次からはやってくださるようになりますので、地域の方が自分たちで記録していこうっていうお手伝いをできればというのでやってます。どんな辞書を作っているかというと、例えばこれは椎葉村の小崎というところの、語彙集なんですけども、お正月の挨拶を聞きましたら、こんな風に言ってます。で、結句なはりなり申してなおとかですね。なんて言ってるんですか。これは結構な春になりましたね、なるほど、っていうのがお正月の挨拶で、子供に、ブブ飲むかっていうのは、お水を飲むかって子供に聞くのが、ブブ飲むかっていう風に答えてますね。でこういうふうに単語だけではなくて、その使い方が分かるようなこう例文を必ず載せるようにしているんです。記録ということをおっしゃいましたけど、なんかコーパスもできるんですか。はい、方言コーパスは大きなコーパスが今までなかったんです ね。ただやっぱりコーパスがないと今までの調査だけではやっぱりどうしてもデータが足りないんですよ。で今作ってるのはここにありますけど、文化庁が1970年代80年代に行った調査のデータなんですけども、全国224地点、1地点が30時間の録音があるんですね。ただそれが公開されてない、ほとんどで、公開される形にするにはそれをこう書き起こして、それにタグをつけて検索できるようにしなきゃいけないので、今その作業をやっている。もう方言、その方言が分かる人じゃないとタグつけられないですね。あ、そうなんですよね。それは大変ですね。はい、じゃあ標準語系で検索ができるような形になるわけですか。そうですね。はい、それは研究する人なんかにはもう大変ありがたいですね。はい、